オルペウス教のモザイクオルペウス教は古代ギリシャ世界における密木宗教。オルフェウス教とも、冥界を王冠した伝説的な詩人オルペウスを海祖とみなしている。また、冬ごとに冥界に降り、春になると地上に戻るペルセポネー、同じく冥界を王冠したディオニューソスもしくはバッコスも崇拝された。その歴史的起源は、紀元前6世紀、または少なくとも、 紀元前五世紀にまで遡り得るかもしれない。エレウシスの秘喩と同じく、オルペウス教は来世における優位を約束した。魂と肉体の二元論、転生輪廻からの最終下脱、などを基本的な教義とする。一般的な古代ギリシャ宗教と比較して、オルペウス教の特徴とされる点は、以下の通りである。ギリシア人一般があるいは、 ギリシア神話は死後の世界に対する興味をそれほど示していない。この点でオルペウス教は特殊であり、そのため研究者の間には死後について言及をオルペウス教の影響に帰する傾向が存在した。しかし、オルペウスのものとされる書物や教義は、早くにはヘロドトス、エウリピデス、プラトンなどの言及により確認されるものの、 しかとした教団として研究されるのは比較的広大となる。このような極端な会議論を取る研究者は少なく、また近年のデルベニパピロスや黄金版などの発見により、会議論はいくらか勢いが弱まったものの、いつの時代からどの程度の影響力を持っていたのかについては、研究者の間にコンセンサスは存在しない。参照。 オルペウスオルペウスの種とギレイオルペウスによるものとされる神話はヘシオドスの神闘記二藩を取る系府的な神話史によって語られていたようであるこの神話は均等諸国の神話の影響を受けた可能性もあるオルペウス教に特徴的な人間の本質の起源を語る物語は以下の通りであるゼウスとペルセポネの息子でありかつザグレウスの霊魂の県民であるディオニューソスは ティーターン族により殺害され、その身を茹でられた。だが、ヘルメイスがザグレウスの心臓を奪い返し、怒ったゼウスがティーターン族に稲妻を浴びせかけた。その結果、ディオニューソスの体の灰とティーターンの体の灰が混じり合い、その灰から罪深き人類が生まれた。そのため、ディオニーソス的要素から発する霊魂が神聖を言うそれにもかかわらず、 ティーターン的素質から発した肉体が霊魂を拘束することとなった。すなわち、人間の霊魂は、再生の輪廻に縛られた人生へと繰り返し、引き戻されるのである。ディオニューソスの心臓は一時、ゼウスの足に縫い込まれた。その後ゼウスは、死を免れ得ない人間の女性であるセメレーの母体に、生まれ変わったディオニューソスを宿させることとした。 これらの物語にまつわる多くの詳細が以下の古典文献にて散発的に引用言及されている。近年発見された黄金版や骨製のタブレットに記された碑文からディオニューソスの死と蘇生にまつわるオルペウス神話とライセにおける祝福への信仰との関連性が読み取られる。オルビアで発見された骨製のタブレットには以下のような短く謎めいた名文が刻まれている。 生、死、生、真実、ディオ、オルペウス。これらボネ製のタブレットの用途はまだ解明されていない。鳥追ヒッポニウム、テッサリア及び、クレタ島の墳墓から発見された黄金版には、以下のような死者への教えが記されている。冥界に降りた時、レテの水ではなく、無シュネ念の泉の水を飲むように気をつけなくては、ならない。そして、 万人に次のように告げなくてはならない。私は大地と星空の息子です。喉が渇いたので、無シも主念の泉から何か飲むものを私にください。さらに、他の黄金版にはこう書かれている。さあ、今やあなたは死んだ。そして、三度祝福される今日、生誕した。ペルセポネーに告げよ。まさしくバックス自らがあなたを救済したのだ。 オルペウス教の教義及び儀礼には、ピュタゴラス教団のものとの類似点が見られる。しかし、一方がもう一方にどれほどの影響を与えたかを断言するには、資料は未だ少ない。W.K.C. ガスリー、ザ・グリークスゼア・ゴーッツ、P322、カーク、レーブンスコフィールド、ザ・プリースクラティック・ファロッサファース、PP21、 30から31、33、パーカー、アーリー・オルフィスム、pp485、497、中川陽一郎軍巨星、草食動物家畜化の衝撃経済学論算第57巻第5.6合併号、パーカー、アーリー・オルフィスム、p501。ありがとうございます。